おお、引いてる引いてる引いてる。おお、なんかめっちゃ引く。何これ。はい、今日も四日市の方まで生後を釣りに来ました。なんかすーげえ波立ってんな。接待線が入ってんな。よし、じゃあこのジグで行きます。ジグヘッドで今日はワームと、あとは餌をイカとオキアミが冷凍庫にあったので、ワームで釣れなければ、そっちの餌を使って釣っていきたいと思います。で、今日はこのグラスミノーの S で狙っていきます。はい。じゃあガルプにしていきます。釣れないんでガルプで試します。こいつで釣れるかな。
しょ。よし、来た。ない、どこ行ったよ。よし、やってきました。ダイソーの透明の粘り用のワームでいきます。ちっちゃ。外れた。なかなか難しいな、入れるの。とね、ちょっとワームの食いが悪いんで、生餌のイカで試してみます。こんな感じで、ワームみたいな感じでちっちゃく切ってます。よし、イカさんでいくか。イカさんで、おお、いきなりじゃん。いきなり来た、いきなり。しかも結構いいサイズ。結構いいサイズじゃない？いいサイズ、いいサイズ。なんかいいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。ひどい、ひどい、ひどい。おお、ひどい、ひどい、ひどい。おお、なんかめっちゃ引く。何これ。お。あら、すごい。まさかの、まさかの、すごいじゃないこれ。おお、口を開いてちょう。おお、まさかのソイが釣れるとはね。今日は逃がすかな。もうすごいばっくり食ってる。イカすげえ。イカすごいな、一撃や。しかも結構いいサイズ。おお、いいサイズやな。持って帰ろうか。20あるもん、全然あるか。いいサイズや、持って帰ろう。結構いいサイズやねな。はい、今日の釣果です。今日は黒ソイかな、多分黒ソイだと思うあれが1匹釣れました。いや、まさかこのサイズが釣れるとは思ってなかったんですけど、多分20センチは超えてるっぽいんで持って帰ってきましたけど、23センチぐらいあります。いや、四日市にもこんなサイズいるんですね。じゃあ、これを調理していきたいと思います。で、調理する前に、包丁を研ぎたいと思います。はい、じゃあ、内臓を出していきます。どこや？どこや？全然見えない。
光の加減で全然見えない。これかな、このポイント。でも開いたね。よいしょ。銭湯いいなぁ、マジで。全然なんか、エラの色めっちゃ真っ赤っかやん。よいしょ。なんかすっげえ食ってる。何食ってんねや。ドロッドロ。すっげえドロッドロのなんか食ってる。よし。